標語知識で武装するなら、バレ、違う。ブランド、違うわ。ナレッジアーマードです。今日は、ブラッド・ハーレーの馬車。これですね。佐村博明先生の、漫画でございます。こちらをモザンビークさんとお話ししてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、もう私噛みまくったので 滑舌よくいかないでモザンさんは滑舌よくいただきました。ということで、ブラッドハーレーの馬車ですが、こちらは2005年から2007年に、漫画エロティクス F ですね、こちらで連載されていた漫画で全8話、これですね。結構うつ漫画を我々特集してきましたが、まあ、うつ漫画の近代代表作ですね。近代のね。もう、と思っております。はい。そうですね。ということで、もう私、これちょっとビール開けちゃう、プシュ。私もジントニックを行かせていただきます。ジントニック。乾杯ということでね。乾杯、いや、乾杯というか、まあ、献杯ですね、これはね。うん。ということで、佐村さんはですね、無限の住人ですとか、はい、最近ですと、波を聞いてくれとか、ベアゲルターの、漫画も同時に書いていますが、これ、まあ、この方が、まあ、単発というか、まあ、読み切りを8話書いて、まあ、それぞれ関連性を持たせて、一冊にまとめたというのは、このブラッド・ハーレーの馬車でございますね。うん、なんです。まあ、この作品はね、そもそもこの、赤毛のアンのような作品を書きたかったって言ってたんですが、まあまあ、人物の名前が多少、まあ、被ってるのとか、と、孤児院が、なんか、舞台とか、そういったの要素だけで、どこが赤毛のアンやねんというか、全く異なる作品になっちゃったっていう話ですね。だから、最初は、本当、本当にね、メルヘン的にね、赤毛のアンみたいなの書きたいわーって言ったらしいのね、この編集者にね。まあ、全然違うと。ということで、まあ、もう結構この、一応この、まあ、西欧の、どこかの国を、イメージしてっているっていうことらしいのですが、舞台はね。はい。まあ結構設定もザルでして。ああ。まあ本人、そう、本人団的には、まあ日本一資料性の薄い漫画家と自称されていると。そう。で、まああれですね。まあタイトルの通り、毎回まあ馬車が出るんですよ。まあそこはまあ守られているということで。まあだから、舞台設定的には、まあその西欧のどこかの国、そして、時代的には、第一次大戦の前ぐらいなんで、1900年代の、まあ前半というか、まあまあ初頭ですね。という感じ。ですね。うん、ということで、まあどうすか、これ。いや、これはなんて言うんでしょう、その、なんか、人間の汚さとかそういうあれじゃないんですけども、なんか見てて私美しいなと、なんか普通に綺麗、まあ絵柄もそうなんですけども、うん、描写とかそういうなんか、いやこれ言うとちょっと疑われるかもしれないですけど、少女が破壊されていく感じというのが、そうだね、美しく描かれてるっていうのが、うん、なんかそういう性癖とかの話じゃなくて、なんかそういう、ね、魅力的に感じてしまうのがちょっと怖い作品やな。やっぱりね、やっぱ壊れゆくものとか荒廃していくものとか腐りゆくものっていうのは美しいんですよ。はい。なので、まあそういった耽美な世界というか、まあそういったものをこういったアプローチで描いたっていうのが、まあ伝わるか伝わらないかは別として、はい、まあそのそれだけ多くの人の目に触れたことによって、まあうつ漫画と言われているわけですが、この、元々のこの漫画の漫画エロティクス F という雑誌というのは、結構そういった、暴力とか、そういった、まあ、非道徳的なものに対して性的な欲求とかが満たされていく、割と、なんだろうか、アングラというか、まあ、そういった、まあ、S とか M とか、まあ、そういったね、世界観とかが多い漫画がよく発表されている、雑誌なので、まあ、当然と言っちゃ当然の世界観、うん、痛みというものが、というものが伴っていくというものなので、まあ、そこのところが理解できてないと、ただこう、気持ち悪い、怖いだけっていう漫画なんです。なんで、カタカナ4文字で終わっちゃう。そうなんですが、本当は非常に、こう、儚くて美しい世界観を描いているということが、うん、
ああ読みて見て取れますねっていうことです、はい、うん、そうですで、まあこのなんだろう時代設定ももう なんつうか適当って言っときながらもう絶妙でして、はい、この、貴族というもの世界観、まあ、性なんつうか、中性的でありながら、まあ、中世の世界観的でありながらもう近代の、そういった時代の流れにもう貴族という制度自体がもう廃れてきているというか時代遅れになってきていてどうやってこの人たちも生き延びていかなければいけないかっていうのもが見えてくるっていうところなんだよね、うん、だからこれ最後最終話からいきなり言っちゃいますが最終話で、このご時世ね、真っ白な手のまま貴族を続けられる家はいないと、うん、言ってるので、まあ、結局何かしら手を染めて何かしらに手を染めて、まあ、存続していくしかなかったっていうことを、まあ、それの、まあ、一つの例として、貴族院議員である公爵であるニコロ A ブラッドハーレー公爵は、まあ、そのようなあ議員に、まあ、こういったあまあ何立案をしたわけですよね。はい。この計画をもうこいつがもう昭和の根源にも程があるんですけど。そうなんですね。1.14 計画ですね。計画。パスカの祭りがもう。そうなんですね。っていうのも、まあ、その、ヘンゼレーの暴動というものがありまして、はい、まあ、結局その受刑者たちが不満を募らせて、暴動を起きて脱走劇になったりとかして、まあ、その監修とか合わせて37年死亡したと、うん、で刑務所の集団脱獄事件のがもうこの有史に残るそんな事件が起こりまして、それを防止するためのプログラムとして、まあ、スポーツとかでは無理だったので、うん、まあ、服役者の性的破壊欲求を解消させるため年に1回無期の服役者に対して与えられるパスカの羊。なんかもう設定聞くあらすじというかこれだけですごいなんか。そう。だから結局これが抑止力となることによって、その暴動が抑えられ、ね、少女一人の命で他の命が救えるのだったら安いものだというところですね。もうこのご時世発想だけでめちゃくちゃ叩かれそうな。そうだね。まあ人権も減ったくれもない。だから結局その人権っていうのが、まあその家督されのない孤児院から選ばれる、はい、うん、っていう設定もまあ秀逸なわけです。そうですよね。なんか、ありえないあれなのかもしれないけど確かにやろうと思えばできちゃうのかなっていう設定が、なんてうまい、なんかガバガバってかもしれないですけど、うまいですもん、ね、だからそのブラッドハーレー性工場歌劇団っていうのがもともと設立、それにまあカムフラージュ設立されて、はい、その孤児院からブラッドハーレー家引き取られていった女の子っていうのはブラッドハーレーの歌劇団に入れるよと、うん、ということで、そういった大きい宣伝を打って、まあ、実際に行ける子もいるし、なんだけど、はい、もらわれていった子とデビューできる子の数があまりに違うと、周りにも違う、そのなんか、うん、すごい、もうでデビューできなかしてない子は一体どこ行ったのかっていう話がこの全8話一冊を通してやっていくという話ですね、はいはい、すげえね、うん、もう いろんな不幸な少女がいっぱい出てくる。そうで、これね、これ全8話を、まあ、通して読んでまんまと仕掛けにはまったんだけど、はい、これって仕掛けがあって、はい、あれみたいなもんで、シックスセンスとか、あと、ファイトクラブみたいなもんで、はい、この1話目を読んじゃうと全部わかっちゃうんだけど、はい、これ読み切りとかで単発で読むと、はい、そこまで、なんつうの、残虐な話には見えないっていうものがある。そうですよね。1話目、2話目が、まあ、その、ほんと少女目線なんであれですけど、うん、ちょっとずつあれなんですよね。それだけ読むと分かんないような、そうそう。違ってきますもん、ね。だから、そうなんだよ。これね、1話目、2話目読まないで、いきなり単発で他の話読むと、ややもすると、ちょっといい話みたいになっちゃう時あるんだよね。なんかありますもん。そう、ただの切なかった話みたいな。はい、で、終わっちゃうみたいなことあるけど、いや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 っていうのは、その、
そして仕掛けなんだよね。この1話目2話目を知ってる読者だけが、その後この子たちがどうなったかっていうのを知っているっていう。はい。うん、っていうのが、あるので、まあそういった、逆転のこの読み方っていうのができるなっていうところですね。これ何も知らない状態でそうやって順番シャッフルして読んでみたかったな。そうでしょ。だからそう記憶をなくしてそういった仕掛けで読んでみたらどうだろうかっていう。面白かったですね。ネタになって、こんな風になってたのこの子たちみたいな。そうなってたかもしれないですね。うん、なのでまあそういった面からしても面白いなっていう。ところです。それでですね、まあこの全8話これから全部レビューしていくんですが、はい、結構この話が時系列が結構バラバラだったりとか、はい、するんだけど絶妙に絡み合ってるというか、うん、そうですね、そう同じ人物が違う話に出てきたりするんですね、はい、なんだけどいかんせん西洋人だし名前も、はい、もう馴染みがないし、はい、あの顔も似たり寄ったりだし、わかんねえんです。わかんねえんですわ。なんだけど、そこをうまく整理して私なりに読んでみまして。ありがたい、なんですが、これがびっくりするんですけど、まあ、まず そもそもこのね、佐村博明さんとは何者かっていう話をしたいんですね。はい。佐村博明さんは確かね、玉美だったかな。なんか美大出てるんですよ。美大出てて、今はこの、ここに画面で、波を聞いてくれ。ね。はい、波を聞いてくれ。これ、アニメ化もされました。で、はい、無限の住人もアニメ化されてます。で、このベアーゲルター、はい。ベアーゲルターも不定期連載している。これなんかはもうほんとマジでエクスタシーって言ってる、もう本当にね、もうバイオレンスアクションなわけですね。波を聞いてくれっていうのは逆に言うと、ヒューマンコメディなわけですよ。はい、同じ絵柄で全く違うことを同時にやってるんですよ。だから変態なんですよ、この人。確かに。同じ作者とは思えなかったですね。絵柄見て、なんかぼやーっとなんか見たことあるな、この絵柄みたいな感じだったんですけど。そう。なんだけど、この人の絵柄っていうのは、表面的な絵じゃなくて、やっぱりこの人が美大出てるんで、はい、多分立体物やってるんで、はい、あれなんだよね、骨格から絵描いてるんだよ、この人。ああ。骨から描いてるんだよ、うん。だからすっげえ骨の、位置がわかるでしょ。っていうか、はい、顔も、すごい立体的でしょ、この人の顔って。立体的、はい。なのでもう全然もうアプか人物を描くときのこのデッサン力というかアプローチが全然違うんだよね。だからもう本当に一コマ一コマがもう本当絵画作品なわけですね。そうですね。もうなんでしょう、すごい、もううまいっていう言葉があれなくらいうまいんですよ。まあ総じてこの人の描く絵っていうのはコーカソイドの骨格してるんだけど、はい、闇を引いてくれた。これ札幌の話なのにもう明らかにこれもうあれですから、もうね、白人とかの、みんな白人の骨格してますから。そこは笑ってしまうんですけども、うんうん。で、この絵柄で、いや、波を聞いてくるのはギャグをやるから笑っちゃうんですけども、そのギャップでね、その前の、これもそうなんですよ。同じ仕掛けで、前のさ、この人の他の作品を知ってるからこそ笑えるんだよ。うん、このシリアスな絵柄でこんな面白いこと言っちゃうのみたいな。面白いっていうのがありますね。ということで、ゆくゆくはこのね、波を聞いてくれるとかベアゲルターもちょっと特集したいなと思います。やりたいですね。という感じです。で、サムラさんの、まあ、人物の創作の、まあ、特徴なんですが、はい、まあ、1話目からいきましょうか。じゃあ、まあ、まあ、一応ね、はい、まあ、だから1話目からネタバレなんだよね、結局ね、この話の全部。まあ、そうなんですね。はい。ここでもうドーンと出してくるんで。そう。だからもうこの話の組み立て方もうまいっちゃうまいんですよね。なんで、まあ、導入の舞台装置である第1話目、見返り峠の小豚坂、はい。見返り峠の小豚坂ってやつですが、はい、まあ、主人公の女の子はダイアナっていう女の子なんですね。はい、で、ダイアナっていう女の子が、ブラッド・ハーレー、僕はあらすじってもしゃあないけど、まあまあいいや。うん、まあに、まあ、に見初められたということで、まあ、一緒に仲良かった、コーデリア。はまあ、はい、残念があるんだけども、コーデリアはまあ手紙を書こうということで、はい、まあ、レベッカ先生っていうのも、この個人の先生は、ダイアナが連れて行かれることに関して、ちょっと違った感情、みんなウィーナーとかね、が元気でねってやってる中、レベッカ先生だけ泣いてたりするわけ。それは悲しいとかそういうレベルじゃない、はい、違う感じなんだよね。っていうことは、もうレベッカ先生はダイアナがどういう風に目に遭うのか知ってるってことじゃん。そうですよね。なんだけど、
これよくよく見てみると他のあれではもう本人たちしか知らないはずなんだよね。おうん、だってこの女の子たちも最後まで知らないし、そのあの夏、うん、その歌劇団に入れた女の子ですら知らない。そうですよね、うん、本来はなんだけど、なんでレベッカ先生ぐらいの人が知ってんのかみたいな、うん、まあちょっと最初からちょっとブレてるっちゃブレてるんだけど、まあ、うん、いいスパイスで、ね、スパイスです、ね、あそうですね。でヘンズレー、ヘンズレーの暴動があったまさにそこのヘンズレー刑務所に知らないうちに連れてかれてしまって、はい、まあそのパスカの羊としてその、どのような目に遭うかっていうダイアナが、はい、っていうもう全ての物語の行き着く先はパスカの羊だよっていうことがここで説明されるという、はい、まあなんとも痛々しいお話ですね。まあそうですね、1話で全部説明してもうどこれからの話読むの怖えってなる導入というか1話にしてすごい、うん、もうはい、重い話でしたね。あれなんだよね、その佐村さんは、はい、後書きで書いてたけど、はい、最初はやっぱこういう感じで、要するにその暴力とエロスとそういったものがこう毎回出てくるような、はい、まあ話したかったんだけど、はい、最後の方は全くそういう描写も特になく、もうそうそうなんだかエロティクス、エロティクスかっていうような内容だったりとか、はい、するっていう、なんかちょっともう着地点がようわからなくなってしまいましたって言ってたんだよね。だからそれぐらいやっぱり作者もなんか生みの苦しみがあったんだろうなっていうところなんです。はい、っていう、まあ、舞台装置としての、まあ、第1話目ですね。はい、で、第2話目なんですね。第2話目好きなんですよね。これがさ、一番衝撃的な話だよね。一番ちょっと、結構ね、他の YouTube のチャンネルとかでも、この話を一番クローズアップしてるもんね、やっぱね。まあ、やっぱ、この話一番もう、オチもそうですし、なんか展開もそうですし、うん、救いのなさとかがすごい、そうですね。なんか、私が言ってるった、その、崩壊していく様が美しいっていうのは、やっぱり、その、なんか一日ごとにみたいなのも描かれてて、ああ、そうだね。代表、私の中、なんか、この話、もうそうだ、このブラッド・ハーレンの場所の中で一番の見どころの話だよね。はい、なんで、友達っていう、という友達という第2話なんですが、まあ、主人公の女の子はステラ・コーラン、コーコランですね。ということで、はい、パティの家というところから、カージフ、今度は違う刑務所、カージフ刑務所というところに行きます。はい、で、まあ、プリシラという、まあ、彼女の友達が先に行ったという、ね、まあ、女の子は隣に、の部屋にいて、お互いに、はい、あれですね、励まし合って、なんとか頑張っていくという話なんだよね。はい。うん、で、まあ、3日生き延べられたところからも始まって、まあ、まあその、なんだろう、プリシラっていうのはまあ旧知の中なんだけど、プリシラはなんで生き延びてるかっていうと、まあその所長の女として、まあ、徴用されたので、まあ違った立場にいられるから、なんとか生き延びてるけど、まあ私も大概ひだめになってるわという感じ。まあなんですが、まあとはいえ毎日毎日、生産を極めるような描写が続くと。はい。うん、いうところです。まあこの辺のところ、描写はまあ真骨頂なわけですね。なんか乳首がもがれてしまったりとかさ。いや、そう、もうグロいっす、あれはエグいっす。痛そうだね。はい。っていう破壊欲求。いわゆるその、あれ、無機系じゃないと参加できないっていうところがやっぱ凶悪な人間だっていう。はい、うん。ところですね。なんで、まあ、3日生き延びたんだけども、まあ、8日、一週間生き延びられることができれば、晴れてブラッド・ハーレー系にちゃんとお迎えしてもらえるっていう風に言われた。言われて、はい。で、その執念だけで、どうにか生き延びてボロボロになって、もうなんだ、指もないし目もなくなってしまっているんだけども、はい、生き延びていたんだけども、もういよいよダメだと。いよいよ。なって、彼女は、覚悟を決めて、まあ、プリシラに、実は、プリシラのドリスを破いたのは私だったと。いや、もうすごいそこら辺の、もう、いや、好きでした、あの病室、そこら辺のあれが。ね、これは6日目にそれを、そう、告白して、はい、
まあこれがずっと心の底に後悔として残っていて、それを本人に伝えたかったんだよね、はい、伝えてた、はい、それがまあ生きるあれだった力になっていたっていうので、はい、でまあプリスラはそれを知っていたわと、知っていたけど私はあなたを許すわと、はい、うん、言って彼女は許されたことでこと切れてしまうんだよね、はい、うん、でいやもうこれもラストがすごい衝撃だよね、これね、ラストがもうえって、うん、だから世にも奇妙な物語みたいな感じなんだけど、はい、もうこれはもう、はい、そうだから許されたことで、ステラは、生き返るんだけども、運び出された部屋の隣には部屋なんてなかったっていう、もう角部屋バッチリ角部屋っていう、はい、そうだから、そのなんつうのナレーションの説明はなくて、もう運び出されるところで読者は衝撃を受けるっていうね、はい、隣に部屋ねえじゃんって、誰と話してたんだとなるっていうね、なんかもう幻覚、そうだね、自己暗示というかね、そういった、まあでも本当、いやでもまあステラはしよ、もうやっと言えて後悔なく死ねたのでよかったのか、まあでも6日間も頑張って、そうだよね、だからもう先に死んでる方がさ幸せなんだよね、そうそうなんですよね、生き延びるは生き延びるほどどんどん辛くなっていくシステムですからね、そう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 、最後の68人かっつって68人で68人、1人に対して68人でどうやったらどうなるんだって話なんだけど、ギチギチやん、お前らで争いを切るやん。そうそう、だから殺さなければ何をやってもいいと言われているっていう、いや、もうなんかな、うん、そうだから、このその一連のなんか何ちゅう、この話のよ、もうなんかさらなるこのシステムのエグさと、そのなんか、ね、この一連の伏線回収っていうか、この話の中でもこのだけですごい完成度が高くて好きです、ね、そうだね、これ本当に一本このドラマというか映画って、はい、まあ映画まではいけなくても撮れるよね、そう、落ちもつけて綺麗な、だもうこれがやりたかったんだろうなと思うよねと思います、うん、というまあ衝撃的な第2話でございます、ね、第2話で、うん、そして第3話ですね、第3話、ある追憶という話なんですが、はい、これもまたね、またちょっとねいいんですよ、面白いっていうか、いや、匂わせというか、そのこの後どうなるんだろうなっていうのが分かってるんで、もう、うん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 、そう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 、だからこれは本当に分かってると、そう、これでいよいよ第2話目までで我々は刷り込まれているので、3話目を読むことによって、はい、3話目だけ読む人とは違った感想になっちゃうっていうね、はい、これですよ。で、主人公の子はフィリパですね、はい、でこの子は豪商の一人娘だったんだけど、落ちぶれてしまって、その両親の事故死の後に、まあ財産を奪われてしまったわけですね、はい、で、なんだけども、まあそのジョナスという少年と仲良くなって、うん、まあ、なんだけども、まあ、ブラッド・ハレキにもらわれていくことになってしまって、はい、ジョナスっていうのは、まあ、淡い恋心を持っていた、最初はなんかただ友達だったんだけど、うん、なんだけどいたんですね、でなんかもうそこで、まあ、根性の別れかと思いきや、まあ何年後かにまあ再会するんだけども、これはその、フィリパはちゃんとブラッド・ハーレーの歌劇団に入れたという少ない例なんだよね。そうなんですね。ちゃんとそれはあるっちゃあるんやと思います。そうそう、あるっちゃある。だから俺、ね、基準がどうなのかっていうところは言及されてないので、うん、どういう基準でこの子はダメ、この子はいいってなったのかわからん。なったのか。そうですよね。審査とかは特にあったような描写とかもなかったんで。うん、まあでも最初から決まってるわけだもんね。運なのか。うん、どうなのか、わかんない、最初から決まってるのか、その辺がまあ何分の何の確率なのか描かれてない、あれがもうぼやかしてる、でも1年に 3,4 人だから、うん、あのお披露目されるのが少ないですよ、ね、だからその個人とかからもらわれていく数にしたら本当にめちゃくちゃ少ないわけでしょ、うんうん、という感じなんです。で入れたんだけども、まあその招待状とかもらったりして結構ね、いい熱い待遇受けたんだけども、まあまあ、はい、見に行ったら舞台にいなくてっていうの、そしたら怪我をしてしまったっていうね、はい、うん、で偶然怪我してしまったんだけども、まあ怪我をしたことによって、まあ足切りされてしまったんです、はい、フィリパっていうのはもう使い物にならないと判断されてパスカの羊にされてしまったっていう、うん、だから
そのジョナスがいくら頑張って探しても彼女の行方は知れなかったっていうのが、これをこれだけ読むと、まあなんかちょっと悲しいただの別れになって、こ子供の頃、そう子供の頃の別れっていうのは根性の別れになっちゃうんだな、へーって終わっちゃうんだけど、切ないボーイミツガールで終わるんでしょ。そうそうそう、なんだけども、知っちゃってるから、知っちゃってるので、我々はそれでそこで飼いならされてしまっているので、はい、最後のどうなるか知ってしまった以上、この話っていうのは違った意味を帯びてきてしまうっていう、はい、すごいね、舞台装置がね。いや、うまいっすわ。うまいっすわ。で、ちなみにですね、ここに出てくる、その時友達になった他にいる、歌劇団の少女のカザリンっていう子がいるね、はい。カザリンっていう子がいて、カザリン、ね、フィリパどうしたっつって、はい。で、怪我してしまったのよって言ってくれるカザリンって子がいるでしょ、はい。で、カザリンっていう子は今後も出てくるんですよ。ああ、それ気づかなかったっす、私。そう、いや、めちゃくちゃ出てくるよ。カザリン、カザリン言われてる。今出てきますね。めちゃくちゃ出てくる。主人公以外の女の子みんなあるかもしれない。カザリンも、もう歌劇団で活躍してる子なんでね。うん、で、この、ある追憶っていうだけあって、この話っていうのは、その、見返り峠の小歌坂とか友達よりも前の話なんだよね、うん。なんで、この時に出てくる魚車さんいるでしょ、はい。引き取りに来てるおじさんいつも。おじさん、はい。あの人がね、まだ髪の毛があって若いんですよ。ああ全然読み込めてなかった。そうなんですよね。実はまだ若いんですよ。だから昔の話だってことは分かるんですよね。うん。うん。っていう、これはだからその、ジョナスがもっと年いってからの話だから、で、思い返してる話だから、うん。うん。なんで、カザリンっていうのはこの頃、まあ、少女として出てくるんだけど、カザリンっていうのはやがて大人になって出てくるわけですよ。うん。うん。という感じです。っていう第3話。うん。で、第4話ですね。これ、家族写真っていう話で、今度は、受刑者側の話になるんですね。いや、そうですよね。いやー、多角的ですね。いや、そう、これ書くんかって、なんか、こいつはもう悪役というか、もう敵役というか、そういう感じの描写感を続けるのかなと思ってます。そうなんだけど、今度はそっち側の人の、視点でっていうことで、うん、まあ、この話は結構、このブラッド・ハーレンの企みとかが分かってくる、結構、ね、はい、重要な話だよね。はい、で、この、まあ、この主人公はトマス・リンっていう、まあ、受刑者で、まあ、運び屋ですよ。はい、この間、金曜ロードショーで、ショーシャンクの空にやってましたけども、はい、まあ、ショーシャンクの空にでいう主人公みたいな感じで、まあ、物を、はい、うまいこと外から都合して来てくれるという便利屋なので、地位が上がっているっていう感じで、ね、はい。で、ここはマキンバー刑務所っていうところ、また違うところっていうかね。はい、うん、で、これでシステム的におかしい、なんかちょっと疑問点が出てくるわけですね。その毎回、その無期懲役のもののみが参加できる。うん、だから、情報漏洩を防ぐために、こう、参加したものっていうのはもう釈放されることはない。あ、ないって、はい。だから、5年、10年なんかはひよっこも同然っていうね、ところなんだよね。はい。受刑者の中では。っていう、無期懲役っていうの。で、そこでピアス・ドーソンっていう、まあ、炭鉱の事故で後遺症で障害を負ってしまっている無期懲役の、まあ、受刑者がいるっていうので、はい、うん、まあ、こいつはまあ、気は優しくて力持ちっていう感じなんだよね。で、でもまあ、後遺症でちょっと障害が出てしまって、ちょっと、頭の方がわかんなくなってきてるっていう、はい、うん、ところなんです。で、そこでもう一人出てくるのがこのクリフ・ガードナーっていう、まあ、はい、元政治記者で、まあちょっとポカをやらかして、まあこうやって受刑者になってしまったっていうので、はい、まあここで、まあペラペラと言ってしまったわけですよ。このブラッド・ハーレンの企みはこうじゃないかって。いや、俺の予想なんだけどって言って、もうほとんど当たってるわけですね。あ、当たって、はい、うん。だから情報通が故に後日消されてしまうんだよね。そりゃなるやろっていう。やっぱりね、それね。はい、で、まあ、この話の悲劇っていうのはこの後に始まってくるんだけども、はい、まあ、ある日で、参加したそのパスカの祭りに出てくる、囲まれてきたパスカの羊が、はい、ああ、ピアス・ドーソンの娘だったっていう話なんだよね、はい。これな。これがもう、もう今画像を見つけたんですけど、なんか泣きながら抱きしめて、てんてんてんさんっていうのがもう、そう、父さん、ね、父さんっつってね。はい、そう。でさ、これで、まあ、トマス・リーンはさ、あ、これ娘なんだってことが分かって、はい、どうにかして逃がしてやれ、みたいな感じで、もう暴動をこうちょっと誘発させるというか、やったじゃん。はい、で、走れ逃げろみたいなことやってるさ、はい、
その時にさ、もうそのフィアス・ドーソンはさ、めちゃくちゃ必死に逃げるけどさ、娘がさ、また嬉しそうな顔すんだよね。はい。そう。なんかもう、抱えられた時にさ、娘はすごい嬉しそうな顔すんだけど、その直後に射殺されるんだよね。いや、もうそこもすごいなんか。切ねー。いやー、辛いっす。うん。でも、だからもう、私この後二人でそのまま死ねたのは、もう、幸せなんじゃないのかな。そうそう、だから、そうなんか結局さ一緒に埋葬されただけでもまあ良かったみたいなさ、はい、あったじゃんか。あんた方にも人間の心があったんですか。そう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 、何のことだみたいな感じだったけど、なんかそこなんかまあなんかなって。そうね、だまあこれも後味悪い話だったけど、はい、なんかまあ「ショーシャンクの空に」がうまくいかなかったねみたいな感じだったけど、まあそんなあれでしたっていう第4話、これで今度後半戦ですけども、はい、第5話が絆ですね、絆。絆、はい。絆っていうのは、これがね、また俺、これ結構いい、好きな話ね。ああ。まあ、ジェンとルビーという女の子がいて、はい、まあ、その、ジェンはおっとりしてて、ルビーっていうのは、まあ、野心家なわけですね。はい、でこれもさ結構結局さ1話目を知らないと、まあ、ただの後味悪いだけの話なんだけど、そうですね、もう本当少女もう、うん、あれなんですけど、うん、もうその前に人死にが出るからね、その、うん、あ、はい、うん、なんでなんですが、まあ、まあそのジェンが先に選ばれてしまったことによって、まあ結構野心家のルビーがまあ、アスカニなんですけども、彼女が、はい、非常にアスカに似ているんですけども、はい、まあヒ素をですね、母親から受け継いでヒ素をケーキに混入ということで、和歌山カレー、はい、毒物カレー事件みたいなね。うん、なんとかますみさんみたいな感じになってますけど、ね、そうなんですね。をやって、まあ、まあ、その時はまあ、嫉妬に駆られただけで、彼女を殺すには至らなかったんだけども、まあ、井戸に突き落として死んで、はい、殺してしまうっていうのがあって。はい、でまあその母から受け継いだ秘密っていうのがあって、はい、まあ手紙に書いてあってということで、まあまあ自分で飲むか他人に飲ませるか、まあ警察に届けるか、その3つのうちどうにかしてっていうので、まあ叱るべき時に使ったっていう一番良くない方法で終わったっていう感じですが、まあルビーの父親はね、ルドビク、マクアスタ、まあマクアリスタ伯爵っていう、母親は女中をしていた。これもジョーカーと全く同じ展開ですね。ね、そしてね、あ、ルビーこいつやったなっていう時のあのね、風に吹かれたルビーの表情ですよ、うん、はい、もうね、アスカですよ、最高もうね、これ確かにもうそんなあれですね、やっちゃった、やってやった、やってやったわ、これこの表情です、ありがとうございます、もうありがとうございます、アスカありがとうございます、いやご褒美でございます、ご褒美でございます、アスカ、アスカスペンさん、いや本当、うん、いやそれがなんかもう因果応報じゃないですけど、なんかそうでしてやったりで、彼女は馬車に乗り込むわけですよ、意気揚々と、はい、そして行き着く先はパスカの羊と、もうなんかもうなんかその友人まで手にかけて、そのやいやそうだからその貴族の貴族に食い込むためには孤児院に行って貴族になるしかないって思った母親の見解もまた間違っていたと、間違ってた、はい、うん、ルビーそこで、いやでもはいかん、もうでも、うん、いやなんか綺麗にまとまりすぎて、なんかもうなんかオチがつきすぎててあれなんですよ。そうなんだよね、これもね本当に落語みたいな話だよね、はい、うん、っていう絆という話です、はい、私大好きなんですね、大和翔好きです、で次の話も好きなんですよ、いやこれ順位つけるのは私そう順位もう全部好きだから難しいですけど、もう2話の友達の次に好きですね。あ、この6話目ですか。はい。6話目、オリ・オウ・ギンですね。うん、はい、これはですね、今度はですね、監修の話なんですね。まさかこっちの視点があるとは。刑務官側の話になるっていうね、わー、多角的なこと。はい。そして主人公はケネス・アービング。かっこいい名前してんな。いや、もう、いや、サブラさんが書く、なんか、かっこいい大人ってマジでかっこいいんですよ、ね。かっこいいよね。そう、しかも葛藤があるからさ、かっこいい男がさ。かっこいいんですよ。なんか、かっこよくないところがかっこいいんですよ、ね。俺は何やってんだみたいになってるところがまだかっこいいよね。ほんと好きっすわ。
そうなんですよね。だから今度はこのパスカの羊を監視する話なんだけど、これで口から出まかせで言っちゃうんですよ。1週間耐えられたらって言っちゃってっていうのが、まあこれ1週間耐えられたら到底嘘だっていうのは、この公式で嘘、それは嘘だってことが分かる話だよねこれ、うん。でリラという女の子、リラというのは最終的に名前1回、1回しか出てこないんですが、まあリラという女の子が、まあ純粋で可愛い子なんだよね。可愛いですよね、まあ、もうそうなんですよね。この子幸せになってきちゃった本当に。いやもう死んでしまう、どうせ死んでしまうんですから。どうせもうあれですかね、でも本当もう最後のあれになっちゃいますけど、あのマフラーをキュッてするんですよね。そう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 、あのね自分で、すごい意志らしいんですよ。そう、自分でね首をピュッキュッて締めてみてね、フフッてやるところが可愛い、もう可愛いんですよ。もうどうにかしてで逃げてほしかった。どうにかして逃げてほしい。これさ、佐村さん本当こういう意地らしい告白の上手だよね。うん。なんかね、まあそうなんですよ。あのまあ、落ちというかあれ言っても感情を言っちゃって最初に。いやいや、もうこれは重要です本当にね、うん。だからもうあのまあ死体と見せかけてまあ運び出すことができたらできるかなっていうので、まあぶっつけ本番でやるんだけど、やっぱり。はい、バレてしまっていって、ケネスは殺されてしまって、はい、でリラはそれを知らずに、ここで待ってろっていうところで、雪降るところでじっと待ってて、これからの未来にすごく希望を抱いていると、はい、かわいそうだね。いや悪いことをしたって迫害主義者としてならここには呼ばなかったのって、なんかそうだね。なんかこのリラはさ、このケネスにさ、はい、少し恋心持ってるじゃんか。いや、はい、そこもな、切ないよね。切ないですよね。僕、ね、マフラーもらってさ、待ってるのが可愛くてさ、このギューってやるところもまた最高だしさ。いや、意地らしいんですよ。もう、ね、なんかもうリラも殺されちゃうんでしょうけども、ね、いやリラを思ってる男はいたっていうことで、もう、うん、なんか一応もう希望を持ったままあれしてほしい、そうす、ね、死んでほしい、死んでほしい。いや、そうそう、いやいや、まあそれ死んでほしくはないんですけど、最後になんかそんな救いがあって死んでほしいな。あ、ね、なんかもう本当これも切ない話だったよね。なんかそのリラがいじらしくて可愛いがゆえにまた切ないってあるよね。いや、そうなんですよね。分かってか多分書いてるから。そう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 。だからこれも1話目知らなかったら、はい、なんか待ちぼうけで終わってる感じなんだけど。そうそうなんですよね。なんか、うん、すれ違いみたいな感じであれなんでしょうけど、うん。そう。で、彼は来なかっただけで終わったかもしれないけど、彼女も、うん、彼女ももう帰れないっていう。はい。ダメだこれだっていう6話目です。そして、7話目、ついにこれですね、もう終盤戦ですが、はい、鳥は消えたっていうね、これがですね、またこの辺りの核心に迫っていく話で、いや、そうですね、うん、主人公はレスリーという女の子で、このレスリーという子はある追憶の回にも出てますね。おー、そう、他の劇団員として出てるんですね、うんうんうん。まあそのレスリーはまあお父様の怪しさに気づいてまあ行動を起こすが、それも命取りとなってしまったという話、うんうん。そうだから孤児院の妹分だったメイティがまあ現れてマーガレットを探しに来るんですよ、はい、お友達だった、うん、同じ共通のお友達はマーガレット、マーガレットが来てるのか、はい、マーガレットも馬車に乗っていたはずだったと、うん、ね。なんだけどおかしいなということで、まあレスリーはまあお城を抜け出して孤児院に行ってしまったりとか、いろいろ個人行動をするわけですね。でそこでやっぱちょっと意思の疎通ができてないということに気づいて、そしてお父様を問い詰めるんだけども、分かった分かった、これで、最後その、マーガレットがどこにいるか教えてやる、マーガレットに合わせてやるから、明後日の馬車に乗りなさいと言って足切りされてしまう。レスリーほどあんななんか有能でちゃんとね、なんかもうね、かっこいい、いかにも歌劇団のね、はい、人っていうね、女の子っていう感じの子が、あえて秘密を知ったからにあって、はい、まあ結局は最後あっさりと足切りされてしまうっていう、はい、またこれですよね。いや、そうなんですよね。もうこれもうレスリーが一番パスカの羊になってほしくないですですね。空手切りなんか強い女性で、強いからね、強くて賢くて、でも、もう考えがゆえに真実にたどり着いたがゆえに、そうだね、勇気を持って、勇気もあるからね、すごいよね。もう、はい、もう用済み扱いされて、もう
おバカでよかったんですよ、ね、そうそう、頭がいいから結局さ、この、手紙の中にさ、仕掛け、トラップを仕掛けるわけじゃんか。はい。ね、やっぱその、猫のものをわざと入れて、猫が嫌いなマーガレットに対して、まあ、まあ、飼ってた赤霊を食べられてしまったので、はい、赤霊が食べた、だから猫を嫌いになってしまったので、その猫のプレゼントをわざと送ることによって、その猫を喜んでいるというので、これはおかしいってなったっていうね。おかしいんだ、はい。うん、すごいね。すごいな。そう、この話でブラッド・ハーレーさん初登場ですね。はい、うん、っていう、ね、また諸悪の根源すべての。そうそう、でここで出てくるジャネットさんっていう使用人ね、結構いろいろと、はい、で、まあ、ジャネットがまたブラッド・ハーレーに告げ口したっていうのもあるんだけども、はい、ジャネットさんもまあ後々また出てくるっていう話で、いやこれでもうなんか、いやもうブラッド・ハーレー最高、すごいいいとこ落ちになってる、おバカな子が一番幸せなんだな。あ、そう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 っていうのが最後に、まあ、最終話の8話でまたそこも浮き彫りになってくるシーンがあります。そこでですね、最終話は馬車と飛行船という話でして、はい、まあ、ここで出てくるのが、まあ、1話目に、ダイアナにいいなって言ってあの手紙を書いたコーデリアが出てくるんですね。コーデリア、はい、コーデリアが、今度は、まあ、20歳過ぎて、ブラッド・ハーレーに呼ばれて、馬車に乗るって話だね。で当時、時はちょうど第一次世界大戦が始まって、ですね、飛行船のツェッペリンが爆撃するということです。うん、っていうので、まあ、ダイアナに会えるかって、まあ、聞いた。で、まあ、まあ、会えると思うわって言われて、うん、まあ、最初はそう思っていたんですが、はい、まあ、ブライスさん。はい、ね、ブライスさんっていうのは、まあ、結局そのブラッド・ハーレーがこういうそういうことをしてるっていうのを分かっていながら使えている人なわけですね。で、これ結構複雑なんだよな。なんか結構ギュッとオチを詰めてきたんで、そう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 、あのね、うん、204ページにこのブライスさんの半生が1ページにギュッとクライシあのダイジェスト人生があのセリフだけで出るんだよね。はい、だから最初はね、そのブライスさんっていうのは、マリラっていう名前、ファーストネームマリラなんだけども、はい、マリラは、まあ、マシューという兄と孤児にいたんだけども、ブラッド・ハーレーに引き取られていったことによって兄は喜んで送り出して、で彼女はちゃんと歌劇団に入れたので、はい、その後、カザリンが入ってくる描写がある、はい、で、カザリンはそこのその後その、フィリパーとかの話にも出てくる、はい、うん、で彼女カザリンっていうのはもう一番もうずっと純粋無垢で一番なんと活躍してた子なんですね。いや、よかったですね。おバカなおバカな運のいい、そう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 。で、やがて、あれですね、ブライスさんは、ジョン・ブライスさんって人と結婚するわけですね。結婚したんだけども、ジョンは戦争に行って帰らぬ人となってしまって、なので、お兄さんが心配して、お兄さんは新聞社に勤めている。なので心配して、もう、ブラッド・ハレー家にしがみつかなくていいから、もう帰ってこいと。俺のところで働けばいいじゃないかって言った。で、マリラもそうしようと本当は思ってたわけですよね。なんだけども、まあ、ゼッペリンの爆撃でもう内臓をやられてしまって、もう長くはないっていうのを悟ったので、まあ、ダイアナをかばっ、じゃなくて、コーデリアをかばって、コーデリアにこの書類を渡す。この、ね、それまでのリークする書類を渡す。で、この兄の新聞社に渡すようにということを指示して、で、この、コーデリアは、この憧れの歌手にマリラ・オルキデアっていう歌手がいたっていうのでいて、それは私の旧姓だったということも、ね、ブライスさんの旧姓だったっていうことで、憧れの歌手が実は目の前にいたという、ここでまた出てくるっていうね。で、ここで、マリラは、この、ブラッド・ハーレーは、まあ、亡くなった女の子が増えるたびに、天使を天井画に描いていったと、まあ、そういったなんか食材の意味もあったんじゃないかみたいなことを言っていたとか、はい、まあ、するまあまあまあ、まあ、もうギュッと詰まってんだよ、ほんとマジで。ギュッと詰まってるんですよね。もうこれ本当ストーリーただ言っててもしょうがないんだけどさ、本当さ。いいえ、まあ結局、そう。なんか説明
確かに。まあそれで兄にリークすることによって1917年、1917ですね、1917っていう映画ありましたけども、はい、その年にパスカの羊はまあ廃止されるということで、はい、まあそう戦争終わった後のこの責任問題に対応するために早く素早く決まったっていうことで、でそうしてるうちにその時に廃止になった時に時は流れて第二次世界大戦に、はい、だって1942年にブラッド・ハーレー家に連合軍の飛行機が落ちるわけですよ、はい、そこでブラッド・ハーレー家には落ちぶれていてしまって使用人もすごく減ってしまっていて、その中でたまたまみんなが集まってる部屋に飛行機が落ちてきて、まあ因果応報というか間違ったというか、はい、でそこで死亡した5人がブラッド・ハーレー投手でしょ、はい、そしてカザリンもそこにいるわけですね、はい、でカザリンも出てきて、あともう一人、この本編に出てこないけどサンザっていう、まあ、初登場する女の子、この子も幸せ、最後まで幸せだった子ですね、はい、であとは主要人のさっき出てきたジャネット・メイですね、はい、あとロイド・アンダーソンっていう、主要人、これ多分これね、これ多分ただ業者さんじゃねえかと思うんだよな、このロイド・アンダーソン、名前的にあの男性だろうから、はい、だなっていう感じで、まあ、こうやって物語は終わっていくという、うん、すごいっすね。いやすごい、なんか、まあ、コーデリアがあれで良かったですけど、コーデリアがそのなんていうでしょう、そのなんか、うん、このなんかブラッド・ハーレー恨むことはないみたいな、そのおかげで希望が持てたみたいな、うん、でもそれも確かに間違いのはなんでしょうけど、やってること悲惨すぎるみたいなやってることエグすぎるやろみたいな、食材も何もだって、いやその規則も規則としてやっていくべきには、その取らなければならない、結果的に死ぬ人間が少なくなったのかもしれないけども、なんかなんだかなって、うん、そうだね、だまあまあその冒頭にも言いましたけど、このご時世で真っ白な手のままね、まあ貴族を続けられないっていうことで、やっぱり非常なことにも手を染めてやっていたということが、はい、まあちょっとまあ弁護というかね、そういった感じで言われましたけども、まあブラッド・ハーレーはまあまあ大変なことをやっていたわけですよ。まあはい、うん、少女たちを手にかけて間接的にもね、うん、まあそういったのがまあ因果応報で、まあそういった幕引きになったっていう、ところで、まあこれを一冊にまとめるってまたすげえことだよね。これどうなんだろうな、ね、これ映画とかでやれそうな気がするけどな、めちゃくちゃいい設定というか、もうなんか、まあ、ガバガバなところはあえてあるかもしれないですけど、説得力のあるなんか、どんどん少女の悲惨な、そうね、人生を作れる設定だと思うんですけど、一巻でちゃんとオチもつけて、なんかカチャッと無駄な話がなく詰めるっていうのはすごいな。そうだね、いろんな人の視点からも描ききって、しかもまあそういったなんていうか、スターシステムじゃないけど、あの時の人がちょろっと出てみたりとかもそういうのもあったりするんで、まあよくできてんね、ほんとね。このオムニバスというか短編というか、すごい、うん、いいあれでしたね。いいあれでしたね。そう。で、まあ結構このブラッド・ハーレっていう名前もさ、もうまあ後書きでさ、皆さん言ってたけどさ、はい、なんかもうちょっといかにも珍妙的な、なんかかっこいい名前を考えようと思って編集さんでいろいろ考えましたけど、まあもうブラッド・ハーレーっていう名前出てきたけど、もう鼻血が出るほどかっこいいわけではなかったですって言って確かに、私すごい、うん、そうなんですよね、ブラッド・ハーレーの馬車っていう、そのあれもいいんですよね、タイトル、うん、タイトルもいいんだよね、かっこいいです、うん、なんかそのもう負け確定のあれみたいな出てきたらもう絶対負けるみたいな、あでも出てきたら負けるみたいな、もうなんか殿下の宝刀みたいなさそうそう価値格 BGM みたいな感じなんですけどそういうあれなんですよ、そうですね、もう絶望へのあれみたいな、それがすごいあれして、もう全8話綺麗に全部どの話もまとめられて、ね、そうだね、一つだけでも、なんて言うんでしょう、なんか物語に成り立つところを8話組み合わさって、まるですごいよくできた短編集というか、うん、オムニバス集だと思いますね。だからあれですよ、これ、モザワさんあれでしょ、この、なんだっけ、あまりにもこれ最初に読んだ時衝撃、あの漫画喫茶で衝撃を受けて、なんか家に置いとくのが怖いから買わなかったっていう。買わなかった。もうタイトル見るたびに映んな
はぁってなりそうやったんで。まあでもこう表紙の女の子なんか綺麗で可愛くて儚くて切なくてもう。でもなんかあれだったね、佐村さん的には自分のドレスのデザイン力の低さに絶望しました。綺麗ですよね。でもレースを描いてるのが楽しいですって言ってたから、やっぱ、だから編み物とかすげえ好きなタイプなんだろうね、きっとね。あ、はい、細かい作業をひたすらやるのが好きなタイプなんだろうね、きっとね。書き込み異常だって確かにたまにありますけど、漫画家でも。いやなんか、もうよ、なんちゅうでしょう、いや、自分読んでる時に私起きたくなった理由が胸くそとか打つとかもあるんですけど、冒頭にも言ったように、なんか美しいって思ってしまう自分が怖くなった。ああ、それだね。正解なんでしょうか。うん、多分それが正解だよ。はい、そうそう、これがこういう世界観に対して美を感じるっていうのは、はい、なんか背徳感があって、はい、そういう。そう自分の中のがなんか自分が許せなくなるっていう、はい、まあ、てか私もその場によったらこのもうなんか欲求をぶちまけてしまったりするのかなと思うと自分が怖くなる。まあ本当に潔癖な人はいやこんなんもう読まないってなってもおかしくないような漫画なので、自分はまあうわ胸くそとか言いながら楽しめてるっていうのが怖くなって覚えがあります。まあその程度で、その程度で怖ね、だったら怖がる必要はないと思うんだけどさ。何もなく、もうこの程度でその板を気取るつもりもないんで。なんかあれですね、なんか確かにちょっと怖くなった覚えありますね。まあでもそういうのを多分感じさせるような作りにはなってんだよね、やっぱね。多分こういう風に感情読む方も後味だから魚でするようには作ってんだよ、ちゃんとね。はい、多分作ってあります。狙いなんでしょうね。そうそうそう、だから本当にね、ジョジョの第一部で言う、俺がよく引用を使うのはあのね、ディオ、はい、お前がこの効果を狙っていたとしたら予想以上の効果を上げたぞっていうあれですね。いや本当その通りなんですよ。めっちゃ多分佐村さん以上に予想以上に深読みしちゃってる、ね。でもまあ狙ってやったとしたらすごいな。そうですね、というね、まあまあ人によってはまあ評価が分かれるというところなんですが、我々的にはまあこうやって読み込んでいくことによってまた違った、ね、世界観をまあ垣間見たなというところで、はい、なんでまあ皆さん、まあ好き嫌いあるかもしれませんが、まあ一回は読んでみようということで、一回読んでみましょう、共に落ちましょう、ということで、そうそう、深淵を覗き見ましょう、そう、そして静観しましょうという話で、そうです、もうね、50分以上もこのブラッドホールの場所だけについて話してしまいました、語っちゃった、これ系はやっぱりもう一話一話に感情込めすぎちゃう、そうだね、まあ一話一話映画なのでですね、丸一日映画見た気分になります。ということで、佐村弘明さんのブラッドハールの場所という短編集のお話をモザンビーク様としていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。